どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もレアリティ縛りデュエルやっていきたいと思います。何のレアリティで縛るかということなんですけれども、もちろんですね皆さん、私無課金の星ですから、無課金の星が考えることはただ一つ、ノーマル縛りですよ。ノーマル縛り、デッキ見てください。デッキ完全にノーマルのみ、ノーマルのみで、デッキをね縛って、ノーマル以外のカードは使ってはならないというルールで、今回はやっていきたいと思います。ノーマル縛りだから、お互いにノーマル縛りで、デッキを組んで、でそれで対決してみると、さすがにランク戦とかではさすがに戦えないので、一応まあノーマル縛りでお互いに縛ったデッキを使ってやっていこうという、そういう企画になってます。これね、おいおいね、これで大会も開きたいんですよね。ノーマルデッキのみでの大会、ノーマルデッキ大会みたいな、ものを開きたくて、で今回は、まあ、いくつか使うんですけど、とりあえず一例として、今回バイロンを組んでまいりました。いくつか動画内ではね、デッキ使うので、楽しみに見ていただければなと思うんですが、バイロンってノーマルなんですよね。ほとんどこれ結構ノーマルなんですけど強いんですよね。ノーマル環境って何が強いかっていうと、基本的にエネコンとか、横向きにするカードとか、その攻撃止めるクリボールとかないんですよ。だから脳筋で殴れれば強いっていうのがありまして、バイロンってこのバイロンマテリアルっていうね、装備カード600ポイント攻撃力が上がる装備カードがありまして、これがマジで環境トップだと思ってるんですよねノーマル環境トップじゃねえかなと思ってて、で強いカードがこのバイロン、ソルジャーっていうカード、これ攻撃宣言時に装備された装備カードの数まで IT フィールド上のモンスターの表示形式変更できるっていう、だから攻撃表示だったら守備表示に、守備表示だったら攻撃表示にできるんですよ。こいつが寝かせれるから攻撃するときに結構強くて、であとですね、僕援軍って呼んでるんですけど、これバージェストのエルドニア、これが、フィールド上の表側表示モンスターいった対象として攻撃力守備力を500ポイントアップするっていうカードなんですよ。これがマジで援軍なんですよね。リンクス初期からやってる人だったら分かると思うんですけども、リンクス初期の援軍ってクソ強かったじゃないですか。死ぬほど強かったでしょ。だからその理論でバージェストもエルドニア強いんですよ。であとこれ除去札として、そこなし竜さん、そこなし竜さん、これ皆さんノーマルカードなんですよ。相手のエンドフェーズごとに発動、フィールド上の攻撃力が一番高いモンスターを破壊すると。だからこれエンドフェーズに打てば、相手の攻撃表示のモンスターの攻撃力が一番高ければそいつを破壊できるっていうね、すげえ強くて、これが唯一の除去札なんじゃないかなと思ってます、ノーマル環境において。これね、俺丸1日半くらいかけてノーマルデッキ考察してたんで、だいぶいいデッキがね皆さんに見せれるんじゃないかなと思ってます。早速ね、ご覧いただければと思いますので参ります。お見舞いするぜデュエル、スタンバイ。さあ環境トップのね実力をお見舞いしていきましょう。あ、本日も一応ルーム戦でやってます。撮影はノーマルデッキ対決なんでね、これランク戦でやってもラチがかないんでね、ラチがかないっていうか本当フリボッコにされるんでマスクチェンジアンキダイレクトアタックみたいなのでボコボコされるんで、ちょっとルーム戦でやっております。ドロー、環境トップデッキの実力を見せてやるぜ。いけバイロン装置は攻撃表示召喚、そして俺はバイロンコンポーネント、いやバイロンフィラメントを装備、そしてこれで相手は魔法トラップカードを使えない、カード1枚セット、ここでスキル発動ですかね。スキル発動はキーザの力だ、いくぞバトルだ、いけ。そしてバイロンソルジャーの効果、起きろてめえ、起きろてめえ、よし、スノードラゴン、なんだそのカードはなんだそのカードは、結構こういう感じなんですよね。マジでほんと知らんカードすげえ出てくるっていう、知らねえカードのオンパレード。結構そのノーマル環境のいいところってやっぱわけわからんカードが、うわ出たよ、スノーマンクリエイター、マジ誰だよ、マジお前誰だよ。相手ビートのモデルモンスターのアイスカウントを置くと、あーなるほどね、3つ以上の場合さらに相手ビートの
上のカード1枚選んで払う。ああ、なるほど。はいはい、オッケー。まあ、今何もないと。カウンター置くだけですよ。いや、マジ分からんカード多いからね。これがいいところだよね、ノーマル環境の。全く分かんねえ。全然、お前誰やねんって何回突っ込んだか、バックロード。なるほど。バックロードって、ああ、なんかあれか、レベル同じやつ出すみたいなやつか。モンスター特殊召喚、ちょっと前に、その前に、そのままクリエイターが、だからアイスカウンター置きますよと、このカード置いて、ジムフィールドの水属性モンスターの数と同じ数だけ、あ、だからまあ2個置くってこと？なるほど。2個置くってことか。で、モンスター特殊召喚してるよ、もちろんじゃ。もちろんしていく。で、バイロンスティングマさんを、スティングマ大先生を出していく。で、スノーマンクリエイターの効果を使って、まあ、2個置かれていく。え、これ何するんだろう、アイスカウンター置いて。アイスカウンター置いて何する？ターン終了か。なるほど。何がしてんだろう何がしてんのさっぱりわからん。コンポーネント装備色、コンポーネント装備色か。コンポーネント装備して、まあ、一応ね、このバイロンの強さを持って、そのモンスターがやられても装備カードが破壊されて墓地を送られると、デッキから持ってこれるところなんですよね、あれを。まあ、これ言えた。なんだっけ、装備魔法、バイロン装備魔法を。じゃ尽きないって言ってたか。よし。で、ターン終了。さあ、城之内くん、謎のスノーマンイーターデッキでは僕には勝てないってことを教えてあげるよ、城之内くん。はあ、バイロン発動、攻撃超絶召喚、そしてスキル発動、お力だ、行くわ、バトルフェイス、ほわー。なんかあんな、なんだ、先行のバリア、シャイニングコースっていうのは相手のフィールドにモンスターが3体だっけ、全部いると攻撃表示モンスター全部破壊するっていうカードなんですよ。マジミラーフォースじゃん。強アディフィールドの攻撃表示モンスター3体以上存在する場合、相手フィールド上の攻撃表示モンスター攻撃宣言時の発動と全部破壊と。強、やばいやばいやばい、これはマジやばい。そしてなんかラストギャンブルさんでなんか一件言ったらゴール出されて5枚どうしようか、これやばいんじゃね。まずいぞ。このエンチャンターの効果は手札1枚1枚に300ポイントアップする。やばいやばいやばい、軽くやばいやばいやばい、やめて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 、やばいやばい、突破できなくなる、突破できなくなる、やばい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 モンスターモンスターモンスター、ドロー！バイロンスティグマさん大先生を引くか。僕よな、バイロンマテリアル戦略アップするから、これだってマテリアル装備していく、でマテリアル装備していく、でこれで28になっていく。スキル発動、傷の力だ。バトルだ、手こずらせやがって。いけ、ダメージステップ、バージストマン、エルドニアだ、オラめっちゃおもろい、対戦ありました。さあ、お相手の方、気合の始まりさんですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いやいや、わけわかんねえカード、オンバラだからマジでやばいわ。ノーマル環境デッキ、ノーマル環境面白すぎる、本当に。なんかこういうレギュレーションがあってもいいと思いますけど、皆さんで、今回僕のデッキですね、皆さんの顔面をね、顔面をひたすら殴り続けるという最強デッキだぜ。いけ、エイちゃん、ダイレクトアタック。そしてターン終了時、逃げろエイちゃん。いいぞ、かわいいなお前、ほんとにかわいいな。で、おー、魚か、ホーリージャベリン効果発動。そしてダメージ受けた瞬間、この瞬間ダメージワクチン、オメガマックス効果発動。ちょっと1枚だけでいいか、とりあえず1枚だけ回復しておいて、ドローカード。
よし、いいぞ。カードを1枚セット。スキル発動リバースピンだ。ほん、そしてスカイ鬼一クエちゃん2匹目、バトルだ。ダイレクトアタック、そしてダイレクトアタック。お、何何何、やばいのでは、そんな回復さんがやばいのでは、あ、やばいのでは、一旦逃げよう。やばい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 、それはそんな回復さんがやばい。ちょっと待って、これ削り切れるかな。うわ、やべえな、足りるかな、これ破壊されるかな。破壊はしてこない。じゃあちょっとこれダメージ、ワクチンオメガマックスを、なんじゃこのカードってね、オメガマックス発動。このターンの攻撃はなかったことにしていく、このターンの攻撃はなかったことにしていく。で、ドローカード、スカイオニットクリエイが、帰ってきて、これってカードなんでもだよね、カードなんでも破壊できるから、まあちょっとやばいな。スキル発動リバースフィンだ。だから5900結構きついな。次のターンでモンスターが引けたら結構でかいんだよね。で、ダイレクトアタックぶちかましていく、ぶちかましていく。で、ターン終了で逃げろ、エイちゃん、いいぞ、かわいいなお前ら、本当に。3350でしょ、3350、3350か。ここは魚がいるから、これ3体とかで殴られるのが一番きつい。あ、それ使ってくれるのはまあまあありがたい、まあ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 、それはありがたい、それは全然 OK、 それは全然 OK。 これワンチャン足りる、あー OKOKOK、モンスター引いてない、よし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 、足りそう足りそう足りそう、来ないか、来た来た来た、はい、で、はい、で、好きなはずだ、リバースペインだ。さあ、鬼ちゃんの攻撃がアップ、いけ、ダイレクトアタック、そしてダイレクトアタック、ターン終了、逃げろエイちゃんたち、スッスッ、よしよしよし、あと800、あと800、あと800、意外と、あの、ちなみにこの海っていうスキルも一応厳密には禁止にしようと思ってます。一応厳密には海っていうカード一応レアリティが R なんですよ。なのでこのスキルも一応禁止にしようかなとは思っております。私、いやー、やばいな、これで一応なんだろう、何引かない、あ、でもやばくないか、別に4000削ると無理でしょ多分。この間の攻撃を終了が自分の持ちの魚を使えるようになって、まあ、だこね、500アップする、1200しかない。なるほど、左側効果と、で、ここでダイレクトがかませない、はい、オッツ、ドローカード、さあ持ってこい、スカイ鬼一食いエイちゃん、そしてウサギちゃんも攻撃力召喚、僕の可愛いペットたちになぶり殺されろ、ダイレクトアタックだ。ノーマル関係でも性格悪すぎたの。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、海馬大先生じゃないですか、よろしくお願いします。スタンバイ、海馬大先生じゃないですか、何ですかね、デッキなかなかやっぱりノーマル環境デッキやっぱわけわからん方多すぎてめっちゃ重いですね。やっぱとりあえず私のデッキはバイロンですね、環境トップ噂のバイロン。スティングマ、スティグマさん、あ、召喚してこのフィラメントを発動で、フィラメントにより魔法トラップカードの発動ができなくなっていく、偽の力を発動していく、バトルフェイズしていく、ダイレクトアタックしていく、フィラメントの効果が攻撃が通っていく。さあ、まずいんじゃないですか、髪型ヘルメット大先生、髪型ヘルメット大先生、これやばいんじゃないですか、これ大丈夫ですか。お、出た、マチル出た、園芸家、園芸家会話社長、久しぶりじゃないか。おお、なんかやるな、火力で叫んな、やばいじゃん。やばい、展開、いや待って、展開力やばいんだけど、ちょっと待って、やばい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 、嘘でしょ、嘘、でマジかよ、これノーマル、これノーマル関係のナチュル環境トップ説ない、これこれノーマル環境の、これやばい、え、嘘でしょ、嘘だよ、嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘だろー。ノーマル環境でもこれナチュル環境トップなのでは。園芸家社長、久しぶりに見ました。